ナミさんこんにちは。今回は2つの動画を送っていただきました、ウォレットのメリットとデメリットにつきましては、こちらはね、動画のリンクの方に譲りますけども、やっぱりね、今回はですね、ビットポイントジャパンで体のエーダが取り扱いをついにね、開始するということで、私たちの悲願でしたね。2014年からこのカルデナエーダのプロジェクトに関わってきて、考えてみたらまだ7年ぐらいしか経ってないんですけども、でもね、7年の間に上場があり、価格の乱高下があり、そしてある人はね、決済して送り人と呼ばれて、ある人は税金に苦しんでそしてある人は放置してステーキングに参加して、そしてカルデナエーダの存在を知って、ここ最近カルデナエーダを購入した方もいるかもしれません。そしてですね、カルデナエーダ買ってみたいんだけども、でも買い方がややこしいからっていうので躊躇していた方もいるんじゃないかなと思います。そういった方にですね、今回は8月の下旬にビットポイントでカルデナエーダが取り扱い開始ということで、非常にいいニュース、買いやすくもなるし売りやすくもなるってことですよね。そしてここで私たちは2つのメリットとデメリットに目を向けなければなりません。それはですね、今までカルデナエーダを決済したくてもできなかった人で、こういう人がですね、決済する可能性が非常に大きくなったってことなんですよ。特にね、カルデナエーダはご高齢の方が購入した、そんなパターンが多かったと思ってます。それはプレセールの時に、やっぱりね、平均年齢が会場にいる人たちね、60歳とか70歳ぐらいだと私はお見受けしたんですよ。そういう方たちが、デジタルにあんまり詳しくない方が、とりあえずネットワークビジネスの商品の一環としてカルデナエーダを買い、100万200万と投じで、パソコンの操作が分かんない、復元フレーズが取り出せないということで、あれから5年6年と寝かしていたということが多いんじゃないかなと思うんですよ。そういった方々がいよいよ満を持して、あ、日本で取り扱いが開始されたんだったら、じゃあビットポイントにカルデナエーダを移して、であわよくばね、もう売り抜けちゃおうとね、そして残りの人生をそれで過ごしちゃおうみたいに思うとしたら、これは暴落も予想されるんですよ。だから必ずしも日本にカルデナエーダの取引所がオープンしたからといって、値段が上がるとかね、買いが集中するとばかりはいないんですよね。そう考えていくと、今のうちに売り抜けておくべきか、それともね、カルデナにはステーキングという素晴らしいシステムが始まってもうすぐ1年になりますよね。このステーキングってものの有効さを、私たちがもうすでにね、ホールドしている私たちがね、宣伝することによって売り圧力に対する買い圧力を増やしていくことができるんじゃないかなと思うんですよ。ですので私のやることっていうのは、引き続きカルデナエーダ将来性あるよと、今のうちに買っといた方がいいよと、そして日本に上場したら値段が上がる可能性もあるから、今のうちに仕込んでおいたらどうですかって形で、最後の追い込みに入っているかなと思います、ね、この日本上場前の最後の追い込みなんですけども、日本で上場したら値段が上がって、その時を目指して売るために、今のうちにちょっとめんどくさいけども海外の取引所で買っておきませんかみたいなことですよね。そしてカルデナエーダをそこで熟成させて、できればステーキングかけておいて、日本のビットポイントで今月上場した時にはそっちに移してね、そして値上がりを待つみたいな感じですよね。もちろん値下がりのリスクもあります。これは全て需要の供給のバランスですからね。短期的にはもしかしたら下がるのかもしれません。でもカルデナエーダはここまでね、ここまで発展してきてるのはもうみんなお分かりだと思います。ついにチャールズ・ホスキンソンさんは日本での上場にも取り付けたということでね、でビットポイントジャパンさんがね、こうやって先見の明がありますよね。カルデナエーダはステーキングによって購入者がどんどん増えるに違いないと、日本人に買いやすくすれば売りもあるだろうけども、買いの方が大きく出るはずだというふうなマーケティングをもとに、今回上場にこぎつけたと思いますんで、私はね、瞬間的には落ちるにしても、やっぱりね、半年1年3年5年というスパンで見た時にはグググッと上がって、しかも今アフリカの利用もかなり広がってますんで、ブレイクするんじゃないかなと思ってますよね。カルデナエーダは特に、量子コンピューター体制がありまして、次世代型の暗号通貨と考えられます。ビットコインとかね、それからイーサリアム、こんなんもぶち抜いてですね、人気の通貨になるんじゃないですかね。そしてビットコインのみならず、イーサリアム、イーサリアムの開発したチャールズ・ホスキンソンさんが自分の人生の最後をかけてね、全エネルギーを投入したのがカルデナエーダですから、これはこれでしょうね。やっぱりね、ビットコイン違う、カルデナエーダの前にカルデナエーダなし、カルデナエーダの後にカルデナエーダなし、
体のエイダはハードフォークなど必要ない体のエイダ単体で最後まで突き抜ける、そんなね通貨だと思います。パーフェクトな暗号通貨だと思いますので、私これからもねガンガンおすすめしていこうと思います。それではありがとうございました。